しようかなと思います。はい、もう4年前ぐらいから長野でガッテンライブを始めたくって、もうかれこれ10回ぐらいになるのかもしれないんですけど、今回3回目のご参加でいつもいつも本当にね、かっこいいボーカルで盛り上げてくださいます、カンタリーナナナ。ありがとうございます。すごいですよね、長野の私、はい、よろしくお願いします。こんにちは、長野インターネット放送局と申します。はい、あ、こんにちは。こんばんは。こんばんは。今、長野市の長野駅東口とウィンズイーストに来ておりますけれども、今、ラテン主義ということでラテン音楽のライブが終わりました。すごく今盛り上がってたんですけれども、その主催者の方に来ていただいております。すみません、自己紹介をお願いします。はい、長野市在住ピアニストのメグです。メグさん、はい、こんばんは。こんばんは。はい、こちらは、はい、ですね、メグさんに呼んでいただきまして、今日ゲストで、歌わせていただきました、ナナ、カンタリーナと申します。ナナさん、はい、スペシャルゲストですね。あ、スペシャルでお願いしますラテンの魅力について一言、メグさんの方からお願いします。はい、熱くて美しい音楽だと、はい、思うんです、はい、出演者一人一人の、はい、こう熱演がまたこう伝染して、彼が頑張ってるから私も頑張るみたいな、なんかそういう、こう相乗効果ですごい盛り上がっていくところが、うん、ラテン音楽の楽しいところかなと思います。なるほど。もうラテンとのお付き合いはどのくらいになるんでしょうか。私は6年くらいです。はい、ラテンの中心にしたグループを作ろうと思った理由は何だったんでしょうか。はい、長野に和尚さんで DJ されてる方がいて、はい、DJ 和尚さんから、はいはいはい、キューバ音楽ばっかり集めた CD をいただいたんです。でそれがこうピアノフューチャーされていて、はい、すごい気に入ってしまって、それをで、こういうライブを長野でできたらいいなと思って始めました、うん、今日はなかなか盛り上がってましたよね。盛り上がりましたね、すごかったです。奈々さんもいろんな会場へ来てると思うんですけど、はい、今日の盛り上がり方はどうだったでしょうか。いや、私ね、この長野ラテン主義 のライブは3回目の出演。もう長野大好きといった感じですかね。大好きですなんですけど、なんか回を重ねるごとにね、素晴らしく盛り上がって、今日は多分一番、すごかったんじゃないかなと思います。ラテン音楽って比較的やっぱりシニアの方が、実は昔日本はラテンブームがあったという。そうなんです。60代、70代、80代の方が若い頃日本で爆発的なブームがあったので、実はシニアの方の方がラテン音楽に親しみがあるんですけど、だから私たちの血の中にはそのラテンの血が実はあるっていうね。なるほどなるほど。そうなんです。だから多分そんな長野ラテン主義なんか名前が書いてあったら、そうやっぱりそのピピッと来ちゃう人はね、意外とね、年齢
が高い方かもしれないんですけど、なんかやっぱりそのメンバーの皆さんのおかげか、はいはい、こう低年齢化をしている雰囲気はありましたね。ラテン趣味さんがやるライブには体を動かしてこう踊ってしまう人がもう続出という噂なんですけど、その辺どうなんでしょうか。そうですね、あのサルサダンス教室っていうのがあるので、はい、習ってる方はもちろんのことあの 踊りたいし、なんかそれを見ててなんか楽しそうでこう参加される方もいたり立ち上がってみたりっていう感じになってるんだと思います。ラテン音楽ってどんなのって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、一度来てすごくハマって好きになる方が続出してます。なので、どこかでフライヤー見かけたり、あの新聞の記事見かけたり、それからインターネット放送であのご覧になってるあなたもぜひあの聞きに来てみてください。お待ちしております。はい、ありがとうございました。お疲れのところどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ピアノメグでした。